そういう岡田監督のユニフォームの脱がせ方だけは絶対しないでくれっていうことをお願いして、僕の動機は終わりますよ。柿沼正行の同級、はい、やってみるか、見るかチャンネル、チャンネルということで、岩木るかです。今回はですね、森脇くんと、今年の順位予想の答え合わせを、はいはい、後半森脇くんの YouTube のでしたいと思います。はい、そうですね。で、最初私の同級に関しては、あの岡田監督がこう退任されるということで、まあ、私なりの思いというものを喋りたいんだけども、その前にこの T シャツを見ていただきたいわけだ。はい、ね、もったいないもったいないバナナ、はい、これ皆さんバナナ買われたら必ずこのドールさんのシールってのは見たことあると思うんですけども、夢ですよね。はい、はい、このドールさんがやっぱそのバナナの変形したやつだとか、ちょっとシュガースポットって言って黒い点々点が出てくるじゃない。 はい、あれがバナナの一番美味しい時期なんだけども、そういうバナナってなかなか店頭に並んだりするって少ないと思わない？綺麗なバナナ、綺麗なバナナ、家でそのシュガースポットという出すために置いておいて食べるんだけど、ちょっとそういうものも廃棄することが結構あるんだって。食べれるけど綺麗じゃないからっていう理由、綺麗じゃないから、そういう風ってのが、まあ、バナナに限らずフルーツ全体的にすごくて、こういうプロジェクトを作って、はい、そういうものをもっとロスを少なく、できるんじゃないかというプロジェクトがあるわけだ。はいはい、そういう私アンバサダーとして1年間、いや、そういう言い方するな。入ってたね。はい、でも昨日一昨日か、そのちょっと記者発表みたいなのがあったんだけども、はいはい、改めてそういう記者の前で自分の食生活だとか食べ物に関することを皆さんの前で言うとなるとね、いや、俺もかなりそのフードロスというか無駄をね、してる男なんじゃないかなと気づくわけだよ。だからこれはバナナだけではなくて、もうちょっと皆さん食べ物に対する考え方をちょっと頭の中で切り替えて、無駄をなくしてフードロスを少なくしようというイベントなんでね、ぜひぜひこの YouTube チャンネル見てる方たちも、そのもったいないバナナというだけではなくて、食べ物に対する考え方、フードロスに対する考え方、そういうものをちょっと頭で考えていただけると、このドールさんはすごく喜ぶと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということ で本題に入りますよ。戻りたいと思います。びっくりしたのよ僕、はい、報知新聞の一面見て、大変お騒がせしました。関節誤詞で、はい、放置は一面だったよ。他出てないじゃない。そうですね。俺だからこれ やらかしたかと思ったの。あ、放置が、うん、やらかしたんじゃないかなと思ったんだけど、実際日にちが1日2日経つにつれて、その放置さんのその見出しのように、岡田監督がユニフォームを脱がれるということが、こうまだ正式な発表はないけども、ほぼ決まったんではないかなという報道がされてますよね。ただね、これは阪神タイガーのその内側っていうことはね、僕ら見えませんよ。そうですね。阪神の OB の私も、はい、マスコミの方も見えないと思う。はい、だからそれに対してどうのこうのというつもりは僕はないんですよ。はい、ただ岡田監督の去年と今年のやった野球を振り返った時に、去年は33年ぶりの日本一だろ。はい、だそういう実績を残し、今年も最後の最後まで優勝争いをして、確かに2年契約と形で契約が満了するんだけども、僕は球団サイドとして岡田監督が健康的な状態がね、体がうんぬんだとか、なんかそういう岡田監督の方からのメッセージとして、来年はちょっとできませんというんであれば、僕は分かるの、まだ100歩譲って、はいはい、ただ今回のいろんな報道を見たり聞いたりしていますと、やはり来年の契約はほぼなかったかのように報道されてるじゃない。はい、でもしもね、その来年の契約が仮に今年岡田監督がアレンパしてもですよ、
球団として契約するというものがなければですよ、うん、その来年のね、あの監督というものをどう考えていたのかっていうのを聞いてみたいの。あ、まあまあ優勝は逃しましたけど、うん、日本一の可能性はまだ、まだ残ってるわけだよ、残ってるわけですから、そこでもし日本一を2連覇したと、うん、連覇したらね、それでも異能も、そうですよね、だから星野さんのように勝って抜くってことも僕はいいと思うんだけども、でもその場合ってのは次の監督へのバトンの渡し方ってのがあると思うんだよ、うん、で今阪神っていうのは金本監督が長い阪神の歴史の中で多分コーチだとか指導者としての経験がなく監督になったのは多分金本監督だけなんじゃないかな。そうなんです、確か。あとは大体コーチ経験者が監督になってるんですよ、うん、そう考えるとね、金本監督のやった野球がいいとか悪いとかではなくて、やっぱり終わってみると結果は残せなかったわけですよ、はい、そうじゃないですか。そう考えると岡田監督から次の監督へバトンを渡すときに、次の監督が何もユニオンも現役だけ来てね、指導者としての経験がない方にバトンを渡すというような形で報道されてますよね。名前は藤川球児さんの名前が出てますけども、もしも藤川球児さんを阪神の来年の監督にするんであればね、今年のシーズン最初キャンプの時から球団は岡田監督と話をして、来年藤川さんにバトンを渡すための準備をしたいんですと、はい、で2軍監督にちょっと藤川さんをしたいとか、はいはい、1軍のスタッフに入れてもらえないかとか、はい、さもなければ2軍で1回ユニフォームを着せてちょっと経験させてもらえないかだとか、そういう準備というものを球団は僕はねしなければいけないんじゃないかなと、はい、ちょうど僕が二軍監督2年で辞めましたけども、その2年の僕契約の満了ですから、それと金本監督がもう1年で最下位になって辞めていくわけだけども、その金本監督のその3年間のその野球を考えた時に、同じような失敗ってのは球団として繰り返しちゃいけないと思うんだよね。しかもこうね、優勝日本一ってやったこの中で、そう、あれがあるわけじゃない。それともう一つね、今年300万人お客さん突破してるんですよ、甲子園球場。これってやっぱ岡田監督の去年の日本一と最後まで今年優勝争いをして2位という形で通過をしてね、まだ日本一になる可能性があると、そういう期待を込めた阪神ファン300万人動員してるんだよ。そういう阪神ファンの方たちに対する岡田監督のユニフォームの脱ぎ方ってものはね、もっといい形でファンも納得する形でやっぱりユニフォームを脱いでもらえるようなものは球団としてやらなきゃ僕いけないんじゃないかなとすごく思うの。なんか2年間は阪急阪神ホールディングスという形になって優勝がないわけですよ。で2年間は阪急が主導権を持ってその岡田監督を中心になんか戦っていくと、その2年が終わった、それとその阪急さんが引く、まあ、これはもう聞いた話ですよ。で今度阪神電鉄阪神タイガースが主導権を握ってこの来年からスタートしてもらいというようなことがよく新聞に書いてありますけども、ちょっとなんかこうギクシャクしてるような、でも本当にね、なんか納得いかないその岡田監督の言い方がね、なんかこう昔の悪しき伝統のね阪神タイガースというものを感じてしまうんですよ。本当に岡田監督が球団の方がですよ、来年監督どうされますか、もう一年やってくださいと、はいはい、お願いをするべきだと思うんだよ。それで岡田監督が、いやちょっともう体の方がもうしんどいんですと、そうですよね、健康上の問題がこうこうなんですとか、移動もしんどい、移動ももう年齢的にもうぬんだとか、そういうものであれば僕は分かるんだけど、なんかこういう形で監督が変わっていくと次にやる監督もねすごくなんかやりづらい中でこういう尿も着なきゃいけなくなっていくと思うし、結局
局岡田監督と阪神タイガースという球団にまた溝ができてしまうんじゃないかなというようなユニフォームの脱ぎ方、これだけの功労者だよ。そうですね、選手で日本一だよ、はい、で監督で日本一だよ、これ過去にいないんですよ。これで500何勝という阪神の歴代の監督の中で一番勝ち星を挙げた監督なわけでしょ。これで去年の優勝などもやっぱ岡田監督ならではの戦術戦略、ピッチャーの交代、そういうものを駆使して独走体制で勝ち、まあ運も良かったと思う。これもやっぱり実力のうちだからね。で日本シリーズオリックスさん怪我人が多かった、これも運ですよ。これで日本一になった。それであれだけ阪神ファンの狂喜乱舞した阪神ファンの方たちが今年に入り同じような形で阪神を後押ししてくれて、で俺らは強いっていう気持ちで、そう優勝争いギリギリまでそうして行ってくれて、うん、だから阪神ファンの方たちもこの岡田監督のユニフォームを脱ぐというのは納得してないんじゃないかな。それを球団がどう受け止めてどういうメッセージを次の監督を含めて阪神タイガースという球団がねこうメッセージを出していくのかっていうのがすごく僕気になるし、一つそれ間違えるとなんかすごいなんて言うんだろう、んなこんなこと言うとタイガースファンの方に怒られてしまうのかもしれないけど、ちょっと僕らはあの嫌な阪神も見てきてますのでね、あのそういう部分ってものをなんか僕思い出してしまう自分がいるんですよ。だそうならないように、まあ、CS 日本シリーズこれからすごい熱い短期決戦が始まっていきますけども、その中では岡田監督率いる阪神にグラウンドで本当に勝負してくださいと、最後の勝負をして日本一になってくださいという、そういう環境空気感を球団の方たちが作ってあげてですね、これ戦わせてあげると、それで岡田監督を綺麗な形で納得した形でやっぱりユニフォームを脱いでもらう、短い期間かもしれないけど球団がやらなければいけないことってすごく大切なことだと思うんだよ。そうしないと次の新しいユニフォームを着る監督がすごくなんか違和感を持ってユニフォームを着てほしくないんだよな。しかもまあこう色濃くこう岡田野球みたいなのをこう2年で確立してるわけじゃない。ところでまたこうね、しかもこう名前上がってる方はまたピッチャーというピッチャーだからな。ピッチャーと野手の人でまた監督が変わるからね。野球がいやだから、うん、心配とかをこう球団側とファンももちろん不安そうなんだありながらの交代をするかもしれない。うん、だからそういう意味では僕はこれから日本シリーズ、まあ、どこまで阪神が勝ち残っていくかわからないけども、阪神岡田阪神がユニフォームを着てる間はとにかく岡田阪神を全面的に球団がバックアップして、そう日本一に向けて戦う、そういう形を作ってあげるということと、その2024年の岡田阪神が時にいい形で来年のチームがスタートできるような、そういうその整備っていうのはすごく大切なんじゃないかなと、なんかこう、なんかすごく僕はねやっぱり同じ戦ってきた仲間ですから、そうですよね、まあ岡田監督はねあえて岡田って言わせてもらうけども、これ85年も一緒に戦ってきたその岡田がですよ、こう監督になりでこういう形でまたユニフォーム、なんかこうすごい寂しいんだよね。鳥谷の時思い出しちゃうんだよな。鳥谷がそのロッテという球団を選んで最後は甲子園で挨拶することなく縦島のユニフォームを脱ぎ阪神を去っていったという、なんかそういうあのなんていうのかな、嫌な阪神を思い出すような、そういう岡田監督のユニフォームの脱がせ方だけは絶対しないでくれっていうことをお願いして僕の動機は終わりますよ。